30日、全国各地で夜空に輝く大きな光が相次いで目撃されました。同じ頃、韓国国防省はロケットの試験発射に成功したと発表しています。上に上がってる。光は地表に向かって8の字型に伸びていて、よく見るとゆっくり上に上っています。これは30日午後6時ごろ、静岡県松崎町で撮影された映像です。このほか長野、大阪、高知など全国各地で夜空に輝いて浮かぶ大きな光が相次いで目撃されました。2分ぐらいずっと光ってたんですけど、パーッとこいつの間にか消えてなくなっちゃった。友達が何あれってなって、そこから、撮影は始めました。アニメで出る UFO が人を連れていく、宇宙人が連れていく感じの光。同じ頃同じような現象が韓国各地でも相次いで目撃され、韓国国防省は固体燃料ロケットの試験発射に成功したと発表しています。現地メディアは目撃された光はこのロケットだったことが確認されたと伝えました。